騙された。騙されたのじゃ。いかがいたしましたか。たったの5万でチャンネル登録者数を増やせるという商人がおったのじゃが、お金を払って以降、連絡がないのじゃ。あのもの、次見つけたらただではおかぬ。嘘をつく者には必ず罰がおります。今日はそんなことを教えてくれる班を紹介しましょう。そんな班があるの？というわけで、今日紹介するのは東都海堀江班です。早速基礎情報を見ていきましょう。堀江藩は東都海国府地郡に存在した藩で、現在でいう静岡県浜松市は関山寺から庄内付近にありました。ロケーションはこんな感じです。浜名湖の東側、浜松城の目と花の先だったのじゃな。成長としては旗本時代から一貫して堀江陣屋が用いられました。堀江藩はいわゆる維新一般によって成立した藩であるため、成立は1868年となっていますが、江戸幕府設立以前から大沢氏が同地を治めていました。そんな堀江藩を紹介するにあたってのテーマはこちら。500年の名門、大沢氏。万国事件、大名の夢と大将。ふむふむ、名門士族に起きた事件と大名の夢。面白そうじゃの？堀江藩、良いチョイスじゃ。500年の名門、大沢氏。江戸幕府成立の時点ですでに東都海堀江を治めていた大沢氏ですが、その歴史はさらに300年近く遡ることができます。大沢氏は藤原北家の持明院家の系統と伝わり、初代の藤原元秀は南北朝時代は、常時年間頃に東都海へ下校。以降、下校前に丹波大沢村を領していたことに由来して大沢氏を名乗りました。大沢から越してきたから大沢って呼ばれたのじゃな。それ以降、大沢氏は南北朝から戦国に続く動乱の中でしばし、今川氏、徳川氏の元を渡り歩きつつも、時には堀江を攻め落とそうとする徳川軍や武田軍と戦火を交え、堀江の地を守り続けました。堀江を守るためには強い勢力に恭順もすれば、時によっては合戦も顧みない。一所懸命の一族だったんじゃな。激動の東都海にありながら、時代をうまく渡り歩いた国衆と言えます。かくして江戸幕府が成立すると時の当主、大沢元家は先祖伝来である堀江の地で1556の幕府旗本となります。戦国を乗り切ったのは良いが、1556は大名には少し遠すぎるの。大臣旗本とは呼べない石高でしたが、大沢家は藤原家の血を引く名族であるとして、徳川家康の将軍就任式典にあたっての朝廷との折衝などを担当。文化祭実行委員みたいな感じ？まあ、それでいいでしょう。これを皮切りに大沢家は代々、朝鮮や琉球からの使者の取り次ぎや、朝廷への使者を務めるなど、高家と呼ばれる旗本の中でも、格式高い地位を確立します。そして、大沢家は江戸時代を一貫して朝廷に対する幕府の顔として存続し続け、2回の加増を経て所領は3556まで増えます。なこそあまり聞かないが、戦国時代は徳川や武田を相手取って戦い、江戸時代には朝廷と幕府の橋渡し役を担うとは、なかなかの名門なのではないか。そして幕末、そんな大沢家に立派の時が来ます。え、まだ3556じゃが？万国事件、大名の夢と大将。幕末期に至っても幕府後家としての役割を果たし続けた大沢家。江戸幕府が大政奉還を決めた際、幕末期の当主であった元久は幕府の上層文を朝廷に提出する大役を任されるなど、江戸幕府最後の瞬間まで幕府後家の責務を果たしました。一方で、明治政府が発足して倒幕に挙兵すると、新政府軍の東国の道案内を務めるなどして新政府に恭順。ほほう、そこら辺の嗅覚はさすがに元国衆じゃな。この頃から元久は堀江の所領を安堵され、大沢家は明治政府に実高検知の結果を報告。その石高、なんと1万トンで6石。これによって、大沢家は滑り込みで。待て待て、再検知前は3556じゃなかったかの？いかにも。そして、大沢家による領地の再検知結果は実高5485石でした。大沢家はこの石高に対して、浜名湖の湖面の一部を新田開発予定地として4521石を上乗せで計上。な、今ある2倍近くの田畑を湖面に作ろうとしたのか。現実的でないことは大沢家も分かっていたとは思いますが、とにかく明治政府がこれを深く追求しなかった結果、大沢家は1万石を超えたため立藩を許されます。こうして1868年大沢元久は晴れて堀江藩主、ついで堀江地藩士として大名の仲間入りを果たし、3年後の廃藩置県後は堀江県知事に就任します。そんなことが通ってしまうのか。いいえ、虚構の上に成り立った映画は長く続きません。廃藩置県が実施されたその年、政権交代のごたごたが収まりつつあった明治政府は、あれ、堀江の3500石から1万石っておかしくね？と気づきます。嘘はいつかバレるって母上も言ってた。どうにもこうにも言い逃れできない大沢元久と家臣団。もちろん新田開発の結果1万石を超えているということはなく、政府による再検知の結果虚偽の申請を行っていたことが露見。
その罰として大沢元久は堀江県知事を罷免された上で身分を華族から士族へ降格、実際に虚偽申告をした過労衆は士族から平民に降格となり、それぞれ禁錮刑に処されました。南北朝、戦国、江戸とうまく渡り歩いてきたが、ここで失敗してしもうたんじゃな。堀江県も浜松県に吸収され、500年以上も続いた名門大沢氏による堀江支配は思わぬ形で幕を閉じました。ちなみに、この事件は1万石を詐称したことから、万石事件と呼ばれています。虚偽申告のリスクがわからなかったわけでもあるまい。税が増える恐れもあっただろうし、それだけ大名という立場への憧れがあったのかもしれぬな。ちなみに、堀江県では浜名湖の埋め立て事業を推進していたことから、新田開発に力を入れていたことは事実です。新田開発にあたっての見通しが甘かっただけとの説もあります。ではここからは堀江藩にまつわる史跡を紹介しましょう。まずはこちら。堀江陣跡です。どう見ても遊園地じゃが。堀江丘陵は昭和期に温泉が見つかったことから、リゾート開発が推進され、堀江陣屋があった跡地には現在、アミューズメント施設である浜名湖バルバルが建っています。楽しいアトラクションがたくさんありますが、遺構が残されていないのがたまに傷です。まあ、需要が被ってないからの。続いてはこちら。宿露寺。そうそう、こういうのじゃ。こういうの。宿露寺は大沢家代々の菩提寺であり、当地の信仰を広く集めた名刹と伝わります。室町中期から存在しており、三方ヶ原合戦に敗れた徳川家康が逃げ込んだという伝承もあります。浜名湖パルパルと合わせて行ってみてください。需要が被らなすぎる。今日の、藩閥格言。万国事件を起こした大沢元久は改名して東京の片隅で暮らしたと言われています。大名を目指した名門の虚しい末路と言われても仕方ないの。ですね。かつては朝廷に対する幕府の顔であった大沢氏もこうして歴史の狭間に埋もれていきました。見栄を張ると大体損する。それでは皆の衆。しからばごめん。